萩反射炉は、山口県萩市にある、反射炉跡である。煙突部の遺構が現存しており、国の史跡に指定されている。世界遺産、明治日本の産業革命遺産製鉄、成功、造船、石炭産業の構成資産の一つである。萩反射炉萩反射炉萩反射炉,反射炉の一萩反射炉は、萩市椿東に現存している、反射炉の遺跡。 日本に現存する近世の反射炉は、この萩反射炉とニラ山反射炉のみであるため貴重な遺構とされる。1924年に国の史跡に指定された。さらに2009年には、ニラ山反射炉などと共に、九州、山口の近代化産業遺産群として、世界遺産暫定リストへ掲載され、2015年に、明治日本の産業革命遺産製鉄、成功、造船、 石炭産業として正式登録された。アヘン戦争や黒船来航によって解剖強化の必要性を感じた長州藩は西洋式の鉄製大砲。1855年7月、反射炉の創業で先行していた佐賀藩に藩士、山田上門らを派遣した。山田らは鉄製大砲の鋳造法習得を目指していたが、佐賀藩は 製法係の不在などを理由に拒否した。そこで、翌8月、今度は、小沢中衛門が改めて、反射炉の見学を許可されたため、そのスケッチを作成して持ち帰ることに成功した。同年11月には、村岡伊門が御用係に命じられた。1856年に、鉄製大砲の鋳造に取り組み始めており、反射炉の雛形が創業されていた記録がある。 従来は、萩反射炉は1858年の築造と言われていたが、本格的な創業の記録がないことから、萩反射炉は1856年に建築、使用された試験炉であり、本式の反射炉は築造されなかったとの説が有力視されている。現存している遺構は、反射炉の煙突部で、高さは10.5メートル。上部の一部がレンガ積み。 その下が安山岩と赤土で作られており、王子は、石積みは、漆喰で塗られていたとされる。上部の約5メートルほどが二股に分かれているが、実際はそれぞれ独立した二本の煙突となっている。路庄と思われる遺構も煙突に対応して二つ、発掘されており、そのうちの西側の路庄が主に使用されたと考えられる。なお、オランダから伝えられた、 技術者の反射炉は高さ約16メートルであるが、萩反射炉はその70%程度の規模である。また、大砲を鋳造するにあたり、方針の内部をくり抜くには、平水害を使用するが、その動力となる水車に必要な用水炉等の形跡は確認できておらず、本創業の記録がないことと合わせて、同反射炉が試験炉であることの裏付けとされる。山口県萩市椿日 ありがとうございます。